測定、測定、測定は様々な対象の量を決められた一定の基準と比較し数値と符号で表すことを指す。人間の五感では環境や体調また作詞など不正確さから免れられずまた限界があるが測定は機器を使うことでこれらの問題を克服し科学の基本となる現象の数値化を可能とする。ただし 得られた値には常に測定誤差が付きまとい、これを侵略した対応が必要となる。ルドルフ・カルナップは1966年の著書、物理学の哲学的基礎にて科学における主要な概念として、分類概念、比較概念、量的概念の3つを提示した。このうち、量的概念、クワンテキティブコンセプトを対象が数値を持つ概念と規定し、その把握には、 規則と客観的な手続きに則っ,った判断が求められるとした。そしてこの物理学的測定は測定する対象の性質や状態のメカニズム理論に基づいた尺度構成が重要になる。測定に関する理論及び実践についての科学は計量学と呼ばれる。測定の対象は自然科学だけにとどまらない。会計学においても貨幣的尺度を用いた評価や 企業の財務会計と適切なモデルを対応づけることなどを測定とする例がある。より広範な社会構造や地位などを統計学ではなく、測定による理解を行う学問は、軽量社会学と呼ばれる。心理学においても量的概念と、その測定、解析に関する理論があり、これは、グスタフ・フェヒナーが創設した精神物理学、サイコフィズイックスに始まったと言われる。 測定は必ず何かしらの基準となる機器を用い、その結果として数と測定単位の組み合わせで表示される。したがって、例えば並んで立つ二人の身長がどちらが高いかを見ることは測定とは言い難い。試験も何らかの評価を下す行為だが、これも合否という結果を導き出すものである限り、測定とは言えない。ただし、一連の試験を下すプロセスの中には、 何かしらの測定が行われる場合もある。同様な意味で用いられ、日本語において、明瞭に区別されていない用語には、計測、計測、と計量、計量、がある。JISZ8103 の計測用語では、計測とはより広い定義がなされ、ある目的のために対象を量的に把握する技術、方法や、手段の立案、計画から実行、そして、目的の達成。 結果を情報として利用できるようにする段階までを含む。同様ご定義では、軽量とは、測定標準における公的な取り決めに基づいた、測る行為そのものとみなすことできる。上記の実定義は、ISO が定める、国際軽量基本用語集、ビ i m 1993年との際がある。ビムでは軽量、計測に違いを設けずいずれも、とし 測定に関する理論及び実践のすべてを包括すると定まる。測定にはが当たり、測定行為を指し示す用語としている。しかし、計量学におけるそれぞれの名詞は、奥義において重なり合っている部分が多いため厳密に区分できるものではなく、ビムは逆に区分することで表現が枯渇するような事態にならないよう推奨している。近い意味を持つ単語に、測量、測量。 がある。測量法第3条の規定によると、測量とは地球表面、地表、地中、水中、空中に存在する自然物や人工物の空間的位置を対象とする測定及びの技術を指す。測定には直接測定、ダイレクトメジャメントと間接測定、インダイレクトメジャメントがある。直接測定とは対象と基準量となるもの。 レファレンスを直接比較させて測定量を得ることである。間接測定は対象の素人する量と一定の関係を持つ複数の測定量を得て関係式から計算を通じて目当ての物理量を得る方法である。例えばコインの直径は物差しを当てて直接測定ができるが遠くの星までの距離を直接測ることは不可能であり、例えば年収し差で求めた角度と 天文単位からパウセクを単位に距離を求める方は、間接測定となる。間接測定の身近な例では、直接測定で体積と質量を測り、これらから密度を計算する手段も当たる。直接測定は、複数の手段に分類される。基本量で作られた単位のみを使う測定を、絶対測定、アブソルートメジャメントといい、これに対式値の量で構成され、 振られたメモリを読み取る測定や何かしら基準値との差を測定する方法を比較測定、レラティブメジャーメントという。測定系構成での分類では対象物を物差しのメモリなどゼロから連続して開いた基準と並べ、これを順に辿る方法を変異法、リフレクションメソッドといい、取り扱いが優しい利点があるが、 電圧計のように測定対象のエネルギーを奪ったり、バネばかりのように大きな荷重では、バネが伸びきってしまうなど誤差が生じやすい。ある測定機器で基準となる量を測り、これと対象を置き換えて測り、基準量に差分を加えて、数値を得る方法は、置換法、サブスティトーションメソッドと呼ばれ、測定器の狂いによる誤差を避けることができる。作動法、デファレンシャルメソッドとは、 測定する量と反作用するある量を合わせて相殺し、残った差分を計測して数値を得る。保証法、コンペンセーションメソッドでは、測定する量を超えないある程度の計測を時間法で測り、残り部分は変異法を用いて測定する。例法、塗るメソッドは対象の量と基準の量が等しくなるように基準の量を加減して測定する。 上皿天秤やブリッジ回路などが該当する方法で、精度は高いが扱いにくい。測定対象への働きかけ方による分類では、レーザー照射など測定器側から何かしらの働きかけを行うアクティブ法、アクティブメソッドと対象が自然に発する信号など情報を読み取るパッシブ法、パッシブメソッドがある。また、対象との接触の有無でも区分され、 接触センシングと非接触センシングがある。校舎には写真やカメラ撮影を介して、画像を得て測定する方法もあり、対象に影響を与えない。測定には様々な誤りが付きまとう。古代ギリシアの哲学者アナクサゴラスは、同時刻に測定した約 800km 離れたに、地点から太陽を測定した視差から、その大きさと距離を求めた。間接測定の結果彼は、 太陽は直径 56km、距離 6400km という値を得たが、これは地球が平面という考えの下で計算されたもので、前提条件の誤りが測定結果に直結した例に挙げられる。測定においてその対象は必ずしも普遍ではない。表示的に変化するもの、動物のように測定者の意図に逆らう行動をとる場合など、 様々な変化をする。また、個別の測定方法にもそれぞれの弱点や限界、測定限界が存在し、これらの要因が影響し、誤った結果を導き出す場合がある。測定者には、測定法の原理を理解し、目的や対象に沿った方法を選択することが必要となる。他にも、測定しようとする対象のサンプル抽出が適切なものか、 また温度や湿度など測定を実施する環境によっても結果が左右されるため、これらの条件の設定も重要となる。ヒューマンエラーが測定結果を誤らせる場合がある。これには、作業者の単純ミスから知識、判断力の不足、視力など個人の能力差や癖などが介在する。これらは管理を通じて対策する類のものであり、 品質マネジメントシステムの国際規格である ISO9001-20086.2 では測定を行う手順を定めることと同時に測定を実施する人間に対する教育研修を行いその力量を評価することを要求事項に定めている測定にはそれぞれの方法に応じた機器が用いられるがこの機器そのものが狂いを内包している可能性が存在する 偏りや、強示的な変化、摩耗、また、電気機器では、ノイズなども影響する。ISO9001-2008-7.6 では、監視機器及び、測定機器について、その正当性を保証するために構成もしくは検証、またはその両方の実施と記録保存を義務付けている。プロセス、または、工業製品は、複数の試行、または量産される中で、 ブレが発生し、それに応じて、測定結果も一定しない。ただしこれには期待される機能である仕様が設定され、それの応じた、測定値の許容範囲が決められる。ISO9001-2008-7.1 では、製品実現の計画段階にて、品質目標と製品、またはプロセスに対する要求事項を定め、妥当性確認と、製品合否判定基準を設けるよう定めている。 測定された値は不確定な曖昧さが含まれる桁を最小桁として表示し、これは有効数字と呼ばれる。有効数字がどの桁に相当するかは測定器の表示方法に左右され、デジタル表示の場合は最小の桁をアナログ表示の場合は最小メモリの1、10までを読み取り、これを曖昧さが含まれる最小桁とする。この有効数字は 解析において、加算、積算する際に、曖昧さを拡大させてしまう可能性があるため、桁数の揃えなど取り扱いに注意する必要がある。例えば特定の天体について、などの単一対象を、同じ測定器を使い定められた正しい手順で、複数回測定を行って得られた数値でも、往々にして一致せずある程度の分散状態が生じる。これは、得られた量には、 系統誤差、偏り、正確度や、偶然誤差、ばらつき、精度が存在し、それはどんな精巧な測定方法や測定器でも、発生し、方法や機器に付随しない、いわば測定値に付随する性質のものである。以前、これらはまとめて、測定誤差と呼ばれていたが、国際度量衡委員会1993年のガイドラインにおいて、最定義が施され、 真の値を含むデータのばらつきのパラメータ、すなわちデータの範囲を示す指標を不確かさ、アンサーティンキと定めた。そして、標準偏差と同じく統計学的な標準不確かさが定められ、この2倍にあたる拡張不確かさを測定の信頼率9%の指標と定めた。標準偏差や信頼限界の感覚で示されるこの不確かさは、 試験方法を総合的に判断する重要な尺度となり、ひいては品質のバロメーターとなる。そのため、測定を行う際には、その不確かさの概念理解と把握を行う必要があり、ISO, IEC17025 では、測定者、試験書や構成機関が、この不確かさを報告することを定めている。ただし、実施時点では、 要求を十分に満たす技術が開発されていない、測定や、費用面で、実行的ではない点などは考慮されなければならない。これらは測定者では対応できず、その専門分野である、計測工学が取り組む事項である。試験所・検査機関の認定指針を定める、国際試験所認定会議、インターナショナルラブラトリアクレットティションコンファレンス、ILAC は、 このような測定方法開発の支援や促進を行う母体でもある。測定値が含む様々な誤差を修正する最も単純かつ典型的な方法は複数の測定値の平均を取ることである。これによって真の値を得ることができるわけではないが、その近似値または極限値を知ることは可能である。測定値の集団は初歩の確率論で解析される。 分散や確率分布関数及び確率密度関数、標本を用いた解析などがその手法に該当する。さらに最小値情報も解析の手段に用いられる。測定がいつどこで始められたかは、はっきりしないが、数が発明され、その1を単位に数えるという行為が測定の始まりとも言える。その後、生活や産業に関わる単位が定められたが、 これらは小国家、地域など限定された範囲でのみ通用するものだった。古代中国の戦国時代でも、土量衡は、愚か察知法や重心法など、暗いドリキ数法も、バラバラだった。これを最初に統一したのが、真の始皇帝、即位、紀元前246年だった。西欧での統一は、五検定時代のローマ帝国、1世紀から2世紀などで行われた。 11世紀イギリスのヘンリー1世時代に現在でも用いられる長さの単位ヤードが制定された。1790年にフランスのシャルル・モーリスド、タレーラーイコール・ペリゴールが提唱した普遍的な物理量基準の必要性に応じ、メートルとキログラムの発金性基準器が製作され、1799年にパリの国立公文書館に収蔵された。 この仕事は何度も見直しや変更が加えられ、1954年に採択された国際単位系へ繋がった。17世紀に自然科学は測定を基礎に発展した。ガリレオ・ガリレイは偽金監視機関の中で宇宙を書物に例え、その言語は数学で書かれており、手段を持ってしか知ることができないと述べた。この地の手段こそ測定を指した。 バリレオ自身は敬虔なキリスト教徒であり、この言は神の存在否定を意図してはいなかった。しかし、18世紀には神を介さずに人間が自然と直接向き合うことが意識され、その手段として測定が地の技法として認識されるようになった。オーギュストコントはこれら厳密な測定や実験などを重視する科学を実証主義の段階に達したものとみなし、それ以前の学問は 非科学として区分した。物理学者、ウィリアム・トムソン、ケルビン教は、測定をすることができない人物の知識は貧弱である、と述べ、測定は地に到達する上で必須な方法論となった。さらに、誤差の問題についても、カール・フリードリ・ヒガウスやピエール・シモン・ラ・プラスらが、天文観測において、確率論を用いた対策に取り組み、アドルフ・ケトレイが、 近代統計学を解蓄するとで対応と測定結果の説明法を立ち上げた。これらを含む測定方法の向上は近代科学を進歩させる原動力の一つとなった。ケトレイは天文学における測定結果から誤差を確率論的に処理し客観的な法則を導く手法は人間集団の行動など社会科学にも適用できると考えた。 この思考の結実は1835年に観行された人間についてであり、人間に関する法則を測定で導き出す試みとなり、社会物理学へ数値化の手法を持ち込んだ。チャールズ・ブースの貧困層の研究も、また同様の手法を社会へ向けた測定の成果といえる。19世紀に起こったこのような自然科学に続く社会科学の動きは、 12世紀以来のヨーロッパにおける従来のキリスト教的枠組みの中で施策を重ね、哲学を基本に神学、医学、法学などを収める科学とは大きく異なるものであった。また従来の科学者とは神の証明によって選ばれた特別な人間という認識にも変革を与えた。20世紀に入ってから構築された量子力学は、 それまでの測定の考え方に変更を要請した。古典物理学では、不可能な素粒子など微細な世界を高い精度で説明する量子力学は、物理量には状態による確率振幅があり、一様ではなく常に変動すると定めている。つまり、物理量の実在地、固有状態の物理量は、どのような観測をもってしても確認は不可能なものとしている。この解釈は、 量子力学の観測問題として、現代でも論争が起こる課題である。産業のあらゆる分野に導入されている機械が問題なく、稼働したり、工事が図面通り正確に行われたりするためには、制御が欠かせず、この制御を正確に実行するためには、測定が必要になる。生産における原料の計量を例にすると、まず量の目標値が設定される。 取り分けるような場合では、機械、制御器が一度操作して取り出した操作量が目標値と合致しているかどうかを測し、一致していない場合は再度操作する量、二度目の操作量を決定して加え、合計の制御量を再度測定する。この制御によって目標値の量を得る。これはフィードバック制御という、タンクに目標値の水を自動で貯めるような場合には、 必要な操作量、例えば時間あたり水量を計算し、測定を行いながら制御量が目標値となるまで制御器を課させる。これはフィードフォワード制御という。このような制御を行う際の測定には、正確性、迅速性、耐久性の3つが求められ、同時に的確な制御器への指示が必要となる。このため、それぞれの測定内容に適した測定法や機器、 センサーのタクや設定が検討される。本客中は、出店、客中内で提示されている、出店を示しています。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。